どうも、のっちん TV です。ウマ娘動画っていきたいと思います。ということで今回は新ガチャ全評価やっていきます。ウェディングチケット新衣装でかい、そしてですねサポートカードネオユニバース注目のね解説もやっていきます。ということで全解説、強さ評価、あと実践的評価もやるので、よかったらですね動画高評価、そしてですねよかったら最後までも見てみてください。はい、ということでまずはですね SSR ネオユニバースサポートカードの方からまずいきたいと思います。まずネオユニバースなんですけども、絵がめちゃくちゃかっこいいというかね、もうこのままだよねみたいな感じで、めちゃくちゃいいサポカが来ております。で今回ですね、まずは基本性能を見ていくと、基本性能的にはこのサポートカード、賢さのそのね基本だけを見るとかなりまあ強い性能をしております。で強いポイントなんですが、このサポートカードスキルポイントボーナス2があります。なのでこれで開いてみた瞬間ですね、とりあえずもう強いなっていう感じで、ここの基礎のところを見てもらってですね、これがついている賢さっていうのは、スキルポイントボーナスっていうのは賢さにはなかったりするので、そういうところでスキルの量がめちゃくちゃ増えるよっていうところも強いところではあります。であとはですね、このねトレーニング効果のところですね、トレ10とかやる気50とかあるんですけども、ここもですね簡単に分かりやすく言うと、このやる気効果もトレ換算すると、簡単に言うとこれトレ20ぐらいあります。なのでその点で出張性能も強いというところがネオユニバースのね強さでもあるという感じです。比較していくと、ダイヤちゃんはこれトレに換算すると、まあ 18% っていうふうにも言えます。で、このねマックイーンの場合はまあ一応 17% ぐらい出張性能ねあるかなという感じです。もちろんボーナススピボもあったりするんで、マックイーンとかも強いですし、ラモーヌはこれねトレ20っていうのがもともとあるので、そういうところでね強さあります。なのでそれに劣らない性能がありつつ、スキルポイントはさらに漏れますよっていうところの強みっていうところは、まずはね分かってもらえると思います。はい、で次ですね、金スキル見ていきましょう。金スキル起死回生となっております。こちらはですね、まあ、ルミネッセンスっていうね風に予測してた人もいるかもしれませんが、まあルミネッセンスかわかんないなっていうところで、今回起死回生で来ました。で一つまず言いたいところなんですけども、今回これですね、ネオユニバースが例えばここにルミネッセンスがあったらどうだったかっていうところなんですけども、実際ルミネッセンスがサポートカードから取れたっていう風になったとしても、まあ、そこまでぶっ壊れではないっていうところがあります。でルミネッセンス何がですね強いっていう風にみんななってるかっていうと、このネオユニバースの本体の方でね、これがね固有も強く進化がいろいろ強い、そこでルミネッセンスもあって強いっていう印象があると思うんですけども、もしサポートカードから金スキルで取った場合は、これ 2.4 秒の、まあ、現在速度の金スキルっていう感じなので、今の環境だと普通にね、まあ優位形成よりちょっと強い、現在速度も強いみたいな感じになります。その理由がルミネッセンスだとしてもですね、最近はスキルが UAF シナリオで多く取れるようになっているので、これが接続するっていう位置で出るというよりは中盤のね普通の速度になるっていう感じなので、そういうところです。なんでここはちょっと喋らせてほしいんですけども、ルミネッセンスが強い印象があるのは、この進化のネオユニバースの方だとしばらくで4秒になるから強いよっていうね、そういう印象という感じです。なのでそこはですね、ルミネッセンスだったかどうかっていうところは関係なくという感じではありますが、今回起死回生できているので、そこでもまたポイントがあるという感じです。でこのねスキルに関しては条件このようになっております。まあ中距離の後ろ目の加速っていう感じになっております。で特徴としてはこれ追い込みにも包めるよねっていうところがあるんで、そこも解説していきます。はい、でサポートカードちょっと基本見ていきます。ちょっと順番に見ていきますが、白スキル今回強いですね。このサポート効果基本も強いんですけども、白スキル開くと、まず馬好みあるじゃんってなってですね、その後自制心もあるっていう感じになっていて、そこに関してはかなり強いです。あとは中距離コーナーありったけとか前のめりとかもねいいスキルではあるので、そういうところでイグニッションも含めねいい白スキルを持っているという感じです。なんでオプションの解説としては、結構因子周回だったらね、馬好み、そして自制心も取れる、イグニッションもねサポカのこの白から取れるっていうところは、なかったりするので、そういうところでいいねサポカになっているなという感じです。はい、ということでねスキルも、結構強いという感じなんですけども、イベントこんな感じになっております。イベントはですね、またこれ
直近のね、最近の風潮なんですけども、打ち切りが2個搭載、全段階一応打ち切りできるという感じです。1段階目もここで打ち切ることがまあできるよという感じで、まあ、ここで打ち切ることはあまりないと思いますが、上で体力5を取りつつという感じでやっていく。そしてですね、2段階目で起死回生をここで取って終了させることができます。でこれがですね、結構最近の風潮としては、そのサポートカードが乾燥しない問題がありまして、実際私も馬娘やっててサポが乾燥しねえ、ハイボルテージクレアってなるとかね、あるんですけども、それを一応ここで打ち切ってやってくださいよっていう話もあるかもしれません。特にそのイベントがね、遅く来ちゃった場合ね、そういう風にやっていくという感じです。イベントが早く回ってるときは体力を回復しながら回スキルも取りつつ、最後は3か2でもらえるっていうね感じになっているというところです。はい、なんでこれはですね、ちょっと前のサポカに戻りますが、これもですねありました。最近の傾向の比較用なんですけども、ミラクルのパワー、これもですね、ここ打ち切り、ここ打ち切りみたいな、これでサポカ乾燥しない問題をなんとか知るっていう、ね、話が最近多いなっていうところが思います。でそういう感じのイベントになっているという感じです。はい、であとはですね、何凸からというところをまとめてまいります。ネウニバスは3凸4凸から使えます。それが今回このサポートカードはスキルポイントテーブルという感じで、スキポテーブルなんですけども、それはですね、いろんなサポートカードあって、例えばまあスピードのタキオンとかね、いろいろゴルシとか、まあ、パワーのヒシアマとか、パワーラモーヌとかいろいろあるんですけども、そういうスキルポイントが2ってなるやつは高い凸が要求されるっていうところは注意点が必要です。なんで強いのは3凸4凸でスキルポイントをこうつけていくっていうのが一番強く使えてくるので、そこはですね、結構石油王向けになってくるかなというふうに思います。はい、でここら辺が基本なんですけども、まあサポートカードとしては強いんですけども、今回言いたいところとして、実践的評価として、使いどころという話があります。でそれが実践で使うかどうかなんですけども、結論から言うと、今回このネオユニバースの賢さに関しては、追い込みの賢さの SSR としてね、使うのであればめちゃ強いという感じです。でそれが何を言ってるかなんですけども、賢さですね、結構今飽和してきていたり、いろいろあったりします。でここはまあ今回関係ない感じではありますが、改めておさらいですが、逃げだとまあ盤石でブルボンを使うことが多いですよねってなります。で先行だと阪神マックで先行でね、使うならかなり強いよっていうね話になってきます。で順番に言っていきますが、今回後ろ客室用のサポカということで、差しだとこんな感じになるよねというところです。なのでそこが今回のね、サポカガチャの評価にもつながってくるという感じで、差しの場合今ダイヤちゃんでもいいよねっていう風になります。で非常に強い UO 邁進とかね、金スキルのすごくも持っているとかで、ね、あったりします。であとは、そのダイヤちゃんなくてもラモーヌでもいいよねっていう話があります。今回中距離用の後ろ客室と考えても、まあ優位形成を取ってもいいですし、他のヒントとかもラモーヌあったりするので、そういうところで、ラモーヌを使っていっても強いです。これは最初の性能比較で見たところでも性能は劣らず、スキルポイントはネオユニバースの方が多いですが、全然ねここら辺も現役ということです。なので差しだとネオユニバースでもいいよねみたいなね、そういう位置づけになってくるという感じです。はい、でここが言いたいところなんですけども、追い込みになるとこうなります。それがダイヤちゃんは差しのスキルがいろいろ持っていますので、追い込みだとダイヤちゃんに別にしないという感じです。で汎用でいくとラモーヌで、まあ、優位形成を取ってもいいですし、あとはまあ一応 CB とかでね強攻策取るとかもありますが、まあ、こんな感じの選択肢になりつつ、で今回ネオユニバースの登場で、追い込みに使った場合はですね、このラモーヌともしどちらも持っていて選べますよって言われたら、ネオユニバースの方がスキルポイント増えたりね、あとはね、追い込みでも使える加速があっていいかなというねところになってくるという感じです。はい、でこれがですね、実践的に解説するとこんな感じです。で今回結論的には、まあ、追い込みで特に使いますよっていうサポートカードなんですけども、その理由が差しは大手もあるからです。で例えば今回ですね、チケゾーも含めなんですけども、まあ、ダービーの条件が来ましたよっていう考えた時に、加速スキル何があるかなっていうところなんですけども、先行差しにはこれ大手があります。なので大手環境にダービーではなって、そこプラスセイリオス、そしてあとはまあカナタとかね、公園ギアとかも使っていけるっていう感じなので、いろいろ加速があるよねっていう感じで、大手セイリオスでね、まあ先行や差しだとねいけるという感じです。なのでそこはダイヤちゃんでもいいですし、起死回生を差しまでいらないよねっていうね話もあったりするという感じです。
なんで、まあ、今回ですね、こういう感じになって起死回生まで積むかっていうと、大手が使えれば、まあ、こっちの方がいいかなというふうに思います。であとは今回のこの結論なんですけども、追い込みの場合、ここはまあ一応ね解説すると、大手は追い込みでは使えません。差しか先行です。なのでここがなくなってきたら、まあ追い込みでやるんだったらここら辺の加速プラス起死回生も積んでもいいよねっていうね、そういう話で特に追い込みで使うということを言っております。はい、でこれをですね、まあキャラで言うとこんな感じかなというところです。で、今回ですね、まあデンユニバース自体は強いサポカなんですけども、使いどころの特にメインとなるのは追い込みに使うっていう感じです。であるのが、まあギムレットとかに使うとですね、特に加速スキルを持っていないので、そこもいいかなというところです。ギムレットはですね、その固有でものすごく前に出るとかね、あとは緑スキルのそのねすごいバージョン持っていたりして、そのね特定条件で特攻キャラで強いんですけども、そこに起死回生を積むっていうね意味はあるかなという感じです。あとはドゥラメンテに関しては自前でですね加速の進化スキル持っていますが、それプラスし起死回生とかをしてもいいので、そういうところでこういう追い込みをやるときに強化になるよっていう話です。であと言いたいところとしては、ジャングルポケットですね、これは劇場版が近いので、まあ、実装も近いというふうに思われます。でジャングルポケットの客室なんですが、まあ、差し追い込みっていう感じでですね、サポートカードにはスキルとして切れ味もねジャンポケついていたりするので、追い込みのねスキルもちょっとある可能性もあります。であとは、まあ、青春杯の適性だと差し A になっているんですけども、そういうね後ろ客室で来るっていうところで、ジャンポケに使っても強いってなる可能性もあるというところです。なんで特に今回言いたかったところとしては、このねネオニバース、サポカとしては強いんですが、サシならダイヤちゃんもあるしなっていうところで、まあ追い込みでピンポイントで、ね、使いたいサポートカードという位置づけになるということです。はい、ということでサポカまとめていきたいと思います。なんで今回結論的には、まあ、今回まあスルー寄りでいいです。ジュエルをですねそんな無限にやっぱりなかったりするので、他の賢さあるよってなった場合はですね、今回のサポートカードガチャは耐えることができます。であとは使いどころとしては、さっき言った追い込み育成時になってくるので、ピンポイントでレンタルにしたいよねというね、そういう枠になっております。でそれがまあダイヤちゃんでもいいですし、ラモーヌもあるよねとか、まあ、もしそこら辺も全然ないとしても阪神マックの性能でやってもいいですしとかね、そういう感じになっております。であとはですね、その実践的というところで言うと、実際中距離で誰出すかっていう話があります。でそれがですね、まあ、中距離いろいろ本当に出せてですね、大手の環境であれば先行でも差しでも、まあ、例えばですねちょっと見ていくと、まあ、普通に衛進フラッシュとかねいろいろ出してもいいっていう感じで、まあ例えば凱旋門賞の時を思い出してほしいんですけども、あれみたいな感じでもう誰でも出せます。まあ、ラモーヌ自体出してもいいですし、フラッシュとかね、先行アルダンとかいろいろいますよね。そういうところを出していってもいいのでですね、まあそういうところで本当に中距離はですねいっぱい出せますので、そういうところがあります。であとはメインとなってくるところなんですけども、例えばそれで中距離ダービーが来たとしても、やはりネオユニバースの本体ですね、それも強い。別にサポカが来たから弱くなったわけではなく、ネオユニバース自体はめちゃくちゃ強い固有、そしてルミネッセンスのロングバージョンっていうとこ最初に言ったねやつとか、まあこれもすごくになりますし、そういうところでですね、まあいろいろいるのでという感じです。でそれ少し解説させてもらうと、まあ、本体のように出すとしたら、まあ、このサポカ使いませんよねと。白北さんに関しては大手環境になると白北ばかりにはならないっていう感じですが、まあ、ちょっと出てくるかなという感じです。でむしろ増えるのが差しや先行のそのね、大手搭載がめっちゃいっぱいいるよねってなって、あとはクリオグリがそこにもいますよねっていう感じです。なのでそういうところでですね、今回のサポートカードに関しては、その出す馬娘にも言っても、追い込みを出すならちょっと使う時はあるんですが、こっちの時は大手でいいよねっていうね話です。であとは特攻系もいろいろいるよという話で、さっき言ったギムレットですね、そこを出してもいいですし、ドゥラメンテももちろん出したいですし、ドゥラメンテに使ったらちょっと強そうですけども、こういうね強い、キャラクターがいっぱいいるので、そういうところでね、見ていくといいと思います。
で、あとはまあ細かいところで言うとね、普通にクリスマスウォッカとか、もうこれもダービー特攻で、まあノンストとかね、ものすごくのトップギアとか持っていたりしてですね、本当にいろいろ特攻系がいるので、今回のサポートカードの結論としては強いがピンポイント系なので、まあ、レンタルでいいよねという話になっているということです。はい、なんでまあサポートカードガチャね、まあ今回やっぱりネオユニバースですし、この絵はやっぱ強そうだなっていうところは、まあ、当たってまして、実際強いんですけども、まあ、私も結構耐え寄りになっているという感じです。あとはですね、エアシャカール見ていくと、エアシャカールは SR にしては結構強いかなという感じです。トレ15があって、さらにスキルポイントボーナスがあって、言いたいところとしては最近 SR でもスキルポイントボーナスが増えてきて、で今回ネオユニはスキルポイントボーナス2なんで、結構時代がですね、令和の最新版になっているかなというふうに思います。他はですね、いろいろこの追い込みのスキルが散見されまして、このたぎる血潮ですね、ここら辺もですね、結構取りにくかったスキルがどんどん入ってきていますので、そういうね風潮があるかなという感じです。はい、ということでサポカガチャは力説したんですけども、次にですね、ウィニングチケットいきたいと思います。で今回ウィニングチケットに関しても、特攻キャラクターダービー特攻 2400m っていう感じなんですけども、そこでは結構まあ強い性能はしているかなというところです。ここちょっとサクサク見ていきますが、成長率これ結構いいです。まあ、まずですね、 UAF でですね、パワー成長率あっていいよねっていう話で、パワー10もあります。で実際やり込んでいくと、スピードも、まあ、0より10ぐらいあると、その1700いきやすいよねって話があって、さらにスタミナ成長率10あるんですけども、これもですね、今回この2400特攻って考えると、 2400m というのはスタミナ勝負っていうのがあります。なのでそういうところでスタミナの実数値を盛りたいっていうところがあるので、そういうところで、まあ、成長率ねかなりいいという話です。はい、で次ですね、固有見ていきましょう。固有スキル5フルセンド、これがですねウィニングチケットの固有なんですけども、こういう条件になっております。中盤に中段で追い抜くっていう話でですね、中盤の時に追い抜いてこの順位条件を満たすとですね、発動が3コーナーで出る、そして、人気条件とかを満たすと、さらに、秒数が伸びるという感じです。なんで、まあ、この固有にも関しても、この 2400m のレースで、この人気というのは1から3番人気なんですが、これを満たすとですね、普通に、ロングバージョンの固有持っています。さらに3号の6秒なので、かなり強いというね話があります。なので特攻キャラとしては結構強いという感じです。ちなみに豆知識ですが、それ以外これのね高い取ってなければ4秒になってしまうっていう話になっています。なんで固有としてもかなり高価値が強いものを持っていて、さらに進化スキルもですね結構強いと思っております。でこちらもですね、東京の2400ならすごくっていう話になっていて、4500すごくのですね 2.4 秒になっているという感じです。あとはまあこれもね4番以降なんで、結構 LOH だと4から12とかなり幅広く出るというところがあってですね、強い進化スキル持っております。あとは豆知識として、高揚感は進化 UAF の方もできるんですけども、ここは以前にも解説した通り、ウマ娘ちゃんが持ってる進化スキルはこの UAF の方にしない方がまあいいという話があるので、ここはおまけに書いておきます。ただ高揚感はこの UAF で進化させると、例えばチャンミなら2位から9位と、これ後ろではなくね中段になると、もう先行でも出せるよっていうスキルになるっていうところは豆知識ポイントではあります。はい、でこういう風にね強い、進化スキル持っていて、こちらもですね強いです。千里の道の進化ですね、これに関してはなんかブライトとかね、持っているスキルになっていて、これしばらく進化なんで4秒になるというところで、そのねネオユニバースと比べても、ネオユニバースもそのしばらくに進化するルミネッセンス持ってますが、そういうところでかなり劣らないものを持っているということです。はい、でここですね、簡易比較なんですけども、こんな感じがあります。これ馬審査で所持スキル出した時にどんくらい馬審つけれるかっていう話なんですけども、全てスキル出た時なんですが、例えばチケ増ですね、人気条件満たした場合平均 6.2 馬審稼ぐという感じで、ネオユニバースも強いんですけども、これが 5.5 馬審になっているので、全てのスキルが出た時にはネオよりちょっと強いとも、まあ一応は言えるという感じにはなっているというところです。さすがに最大効果にはならないとしてもですね、ちょっとねネオユニに劣らないぐらいあるっていうところはあるっていうところが解説です。こちらはね引用させてもらっていますが、こんな感じになっていて、まあそう見るとまあ強いかなって思うかもしれません。
まあ、ただ言いたいところとしてはチケ増に関してはその2400とかね、そういう限定がありますので、まあ本当にダービーね、2400東京っていうところなので、ダービー特効すぎるっていうところはまあ注意点が必要で、ネオユニバースの場合は他の中距離のレースでもね、まあ、関係なくいけるっていうところはね、あるので、そこは押さえてください。はい、そんな感じでチケ増、まあ結構強い性能をしているんですが、白スキルも強めです。で、今回こういう風に見えるように根幹とかね、ペースアップとかいろいろあるんですけども、まあ、進出開始待っていいよねっていうところなんですけども、こちらのスイーツへの道のりというねイベントがありまして、ここでですね、なんかその前のダイヤちゃんみたく結構スキル全部入りだなっていう風に思うところがあって、刺し直刺し子を取ることもできる、まあ、体力ちょっと減っちゃうんですけども、そういうのも取れますし、刺し切り体勢欲しいのであれば位置取りと刺し切り体勢こういう風にもらうっていうこともできるっていう感じで、体力余裕があったら普通にこれ直線コーナー取ったら揃うなっていうね話があります。他にはタレーマ回避もあったりしてですね、戦うスキルかなりあるかなっていうところです。あとはこのチケ増チャンネルというやつですね、これがですね勝負服イベントのイベントなんですけども、その中でありったけとかいろいろねこういう風に取ることもできるっていうね話で、いろいろスキルが揃っているというところになってます。はい、でチケ増の相性値見ていきましょう。チケ増相性値も幅広くいいです。まあ中距離のね馬娘ちゃんなんで、まあナリブとか入れてもいいですし、スペちゃんでシューティングスター入れてもいいですし、あとはまあネオユニバースを受け継いだったしてもいいですし、まあ、あとはさっき言った通りですね、ドーベルとかで、ね、つけていったりというところで、まあ、ナリブスペーといいのでね、かなり相性値はいいという感じです。はい、ということでウィニングチケットをまとめていきたいと思います。ウィニングチケット、今回はダービー特攻、まあ、オンリーと言ってもいいぐらいのキャラです。まあ、進化スキルにも東京2400って書いていますので、やっぱこれで使っていきたいところがありますので、そういう感じです。まあ、こっちに進化してもいいですが、そうするとピンクのスキルがまあ合計3個になっちゃうよっていう話ねあったりするので、まあ、かなり特攻です。で、今回チケ増かなり衣装があるので、旧衣装との比較をすると、まあ、チケ増のいろんな衣装の中では一番強いかなという感じです。まあ、もちろんダービーっていう条件にはなりますが、今までのチケ増はですね、まあ、通常の方はちょっと固有が出にくいとかね、努力家の進化だったりする。そしてこっちに関しては、このねスキルを効果中に、発動して3回同じタイミングで出す必要があるので、なかなか難しいキャラになっていたという感じなので、今回のねチケ増はチケ増師の中で一番強いというところです。ただし先ほどのサポートカードでも言った通り、ダービーは特攻キャラもいろいろいて、中距離の強者もめちゃくちゃいっぱいいるという感じです。それがまあギムレットとか、まあ、追い込みだったらねドゥラメンテとかもいるし、クリオグリ、シロキタ、そして、ネオユニバース本体も強いですし、で、フラッシュ、まあ何でもいいですけどね、その凱旋門賞に出てきた大手環境だった時に出てきた、もういろいろ、なんか結構多分野営の無敵とかも強いかもしれないですね。いろいろあるんですけども、そういうところがいるので、まあ今回、まあ、推しならっていうね感じになってくるとは思います。で、まあ今回なので大手を積んだチケ増っていうところはティア表とかを作れば、まあ、かなり上の方には来るかなという感じではあるんですが、そのダービーオンリーになってしまうので、まあそういうね特攻になるっていうところは注意必要ですよという感じ。それが中距離のね解説になってきます。で、あとはですね、ジャンポケ実装も近いということもありますので、そこら辺も考えた方がいいかなというところです。これがサポカともつながってまして、なんかねネオユニのところと同じ解説にもなりますが、ジャンポケも出てね、まあやっぱり劇場版なんで、ちょっと噛んですいません、劇場版のジャンポケなんで、強い性能で来るかもしれませんし、その差しや追い込みで強い客室になるかもしれないというところでですね、そこに点にもねジュエル、温存していくという手もあるという感じです。で、あとはですね、まあいろいろね、特攻キャラがいるって言ったんですけども、さすがに6月はチャンミ中距離になりそうかなというところです。4月がですね今日から登録が始まったマイル、そして5月長距離っていう風になっていますので、マイル長距離となって、今ですね UAF は中距離マイルシナリオなので、やっぱりそうすると6月、UAF の最後のチャンミになるんですけども、6月はさすがに中距離やるんだなっていう感じです。で、あとは今回これでねチケ増出したんで、ダービー条件なんじゃねっていうね話です。これでダービー条件じゃなかったら、チケ増の UAF のシナリオリンクのキャラクターなんですけども、そこでね使う場所ねえじゃんってなっちゃうんで、ここはまあかなり角度高いかなと思っております。
なんでチケゾー自体今回はですね、そのダービーで考えると、まあ、強い精度はしているという感じです。他にはオプションとしてはそのシナリオリンクですよって言ってる話で、各ステータスがシナリオリンクだと、まあ、25、25、25って全部漏れたりするので、そういう点で捨て盛りも少しやりやすいっていうところもあったりするのでですね、まあダービーで考えると、まあ、強いですけども、そこら辺はあとはね、推しかどうかで決めていくといいと思います。はい、ということでね、最後までありがとうございました。いろいろ解説したいことがあってですね、まあ結構今回はですね、なかなか動画作ってても面白かったです。他にはですね、マイルチャミも近づいておりますので、また改めて分かりやすい版の、マイルの解説も上げたいと思いますので、お時間あればですね、また今後もね、見てみてください。いろいろ動画聞いてますので、よければですね、チャンネル登録、最後に高評価もよろしくお願いします。まあ中距離のキャラの、ね、解説としてはね、マジでいろんなキャラがいて、例えば、さらに言うとですね、その2400とか言っている話では、例えば、まあ、シュバチを出してですね、快進撃進化して2400だと効果増えますとかね、そういう風にチャーミーだったらね、勝ちを狙っていってもいいですし、里のクラウン出す場合はですね、これも、2400でっていう起死回生すごくなったりするっていうところでですね、出せますし、あと空き帝王とかね、それも2400、2500で先行で帝王を出す手もありますし、いろいろいるのでね、なかなかやっぱ特攻キャラクターっていうのは誰出すかとか推しかどうかっていうところがあるという感じです。あとは他にはですね、サポートカード起死回生なんですけども、起死回生もこう見るとね、いろいろ持ってます。里のクラウンをやるんだったらネオユニバースのサポカはこの起死回生あるからいらないしとか、まあ一応耐震とかね、起死回生持ち、こう見ていくとですね、まあまあまあいるなってなってくるので、そこら辺でもね、判断してください。ということで、まあ、サポカ解説のね、オプションとかいろいろあったんですけども、まあ、そういうところも参考にね、やってみてほしいです。それでは最後までありがとうございました。のっちん TV でした。いやー、まあ、やっぱりね、ジュエルもない時期にもなっていると思いますので、そこら辺ね、お財布やジュエル状況と判断してね、見ていくのがいいと思いますので、よければ参考にしてみてください。それでは、また次の動画でもお会いしましょう。最後までありがとうございました。のっちん TV でした。またな。バイバイ。